FM 802 Saturday A Music Islands Morning Edition Edition Cutie カラフルボックス。FM802 から新里子がお送りしております。サタデーアミュージックアイランドモーニングエディション。おお、久しぶりに帰ってきた。おかえり。おかえり。ただいま。ドーベルマンインフィニティ。よろしくお願いします。今日はメンバー全員じゃないですね、はい、そうですね、はい、皆さんの大好きな和樹はお休みです。今日はいや、もうみんなのこと大好きですよ。和樹は一番若いっていうね。じゃあちょっと一人一人、はい、声聞かせてください。はい、ドーベルマンインフィニティのジエスです。お久しぶりです。よろしくお願いします。セイです。お願いします。お願いします。久保シーです。よろしくお願いします。お願いします。今日みんなね、もうね、シャツがもうガラガラなんですよ。確かに。そうです。もう柄がすごい。柄がすごい。主張が。みんなの主張がすごい、はい。混雑してますね。すごい混雑してますね。はい、もう仕入れておりますよ。最近の3人の情報というのをね。はい、ハマってるもの。久保氏、釣り。はい。これでも前も聞いた気がするな、なんか私。いや、最近、いや、ほんまここ最近っす。釣りにハマってきたっす。しかもプロ越えしてるんですよ。え、どういうことですか。実力が。何釣り、何釣り、海釣り。海で。最近なんかそういう企画で結構行ったりするんですけど。え、ちょっと待って、ドーベルマンインフィニティが釣りの企画がある。あるんですよ。そうですよ。もう2回もやってますから。もう2回やってますからね。そうですよ。はい、すごいかっこいい。本当ですか。ヒップホップの、もう ラッパーじゃなくてアングラーになりかけた。ほんまに。そうなんですか。はい、しかもその YouTuber の人と対決してるんですけど、俺が一番釣ってます。すごい。ほんとすごいです。俺が一番釣ってます。あのドレミス、はい、言葉をいつも釣ってんのに。そうそうそう、魚釣る。魚も釣っちゃいます。すごいな、はい、すごいよ。そしてスレちゃんは、はい、何にハマってるんですか。漫画です。何漫画。いや、あの漫画のアプリがあるんですよ。しかも、まあね、いっぱいね、もう6個ぐらいインストールしてて。え、で、要は1日1話だけ見れるんですよ。アプリのそのシステムで。はいはいはい。チケットっていうのをもらえて。ありますね。で、1タイトル1話まで見れるんですよ、うん、で、それチケット消費しないとまた次の日24時間後にあのチケットがもらえないんで。要はもう毎日あの1話ずつ掛け持ちでいろんな漫画を見なきゃいけないんですよ。見なきゃいけないんです。もう見るんじゃなくて見なきゃいけないんですよ。あの、ね、でもそれいいよね。同じことやってます。毎日。本当ですか。同じことやってます。え、何系漫画読むんですか。僕は本当いろんなの好きですね。結構本当恋愛系とか、あと SF、 うん、サスペンス。今一番のおすすめは何。いじめの時間。いじめの時間、はい、知らない。後で検索しよう。ちょっと読んでるよな、はい、新幹線。いじめの時間は結構深い、深い内容。悲しい、そうだね。うん、新漫画なんですよ。もうちょっと明るくいこう。そうだね。あと2話で終わるんですよ、はい、あ、もう終わっちゃうんだ。はい、終わっちゃいます。百何十話いきましたね。すごい読んでるわ、はい、そして、はい、もう驚きよ。何、 GS さんのハマってるものが、はい、女子です。タピオカ、はい、タピオカ。僕あの女子を代表するつもりは全くなくて、でも男子を代表して言わせていただくと、お、最近のねタピオカはね、本当にねメンズが飲めるタピオカがたくさん出てるんですよ。と言いますと、そのメンズがっていうのはどういうことですか。甘くない、あのもう本当に お茶にタピオカ入ってるやつとかもあったりするんですけど、僕はもう基本ミルクティー派なんですけど、あのでもいや笑ってますけど、あの真面目にメンズを代表して話してます。分かってます、分かってます、はい、ごめんなさい。いや、なんか、はい、あのタピオカ甘いでしょって、なんか子供の飲む飲み物でしょって思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、いや僕もハマったきっかけは紅茶がとにかく美味しいんですよ。でも確かにそうかも。で初めて飲んだところの紅茶がすごく美味しくて。ジエスさん、はい、見て、まあ、2人興味ないんですよタピオカの話。久保シーさんがね今ずっとねあのリンパマッサージしてた。もうありがとう。というちょっとハマってるものを伺いましたけれども、はい、私本当デビューしてねすぐにお会いしてからもう5年経ったんだって、この間びっくりしちゃったんですけど、5年6月24日で結成5周年をお迎えしたということで、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてその翌々日にベストアルバムがリリースになりました。ありがとうございます。いや、ベストは嬉しい。嬉しいですね。すごく嬉しい。タイトルはファイブ。これありがたいことに新曲もさあたくさん入ってるベストアルバムなので、うん、はい、本当に今の
D.I. も感じるし、うん、今までの大好きだった曲たちもたくさん入ってるので、もうこれ1枚あれば、はい、そうです素晴らしい入門編、はい、そういうことです入門編です入門編入門編、はい、GS さん、はい、このアルバムにかけた思いってすごい熱いものがあると思うんですけど。そうですね、なんかベストアルバム出そうってなったきっかけが、うん、やっぱりドーベルマンインフィニティとしてもう一個上の段階にどうやったら上がるか、上がれるかっていうところで、うん、やっぱりまあもうこれまで応援してくださってる皆さんは引き続き自分たちのことを期待してくださってはいるんですけど、うん、やっぱり本当にもっともっとドーベルマンインフィニティって存在を知ってもらいたいっていう ところが、まあ本当に僕らが今年にかける思いっていう、まあアリーナツアーも決定しましたし、うん、かける思いというところで、やっぱたくさんの人に聴いていただきたい、だったらまあベストアルバムっていう風にして、もちろんこれまで応援してくださった皆さんにも飽きられないように新曲をしっかり入れてっていう、もう本当にそういう実は思いが詰まったベストアルバムなんですよね。いや、めちゃめちゃ受け取りました、はい、それは。しかも1曲目がそのね、タイトルチューン、アルバムタイトルチューン5なんですけど、うん、あ、1曲目じゃないか、1曲目です、1曲目ですよね、はい、バッチリです。1曲目にやっぱその最初にね、歌詞を聞いた時に夢なんてクソくらえっていうのがすっごい残って、うん、なんかその初期の頃のこうみんなのこう気持ちがこうどんどんこう歌詞の中でグワーって変化して今にこうスッて立ってるっていうのが、うん、もうなんか曲から映像化される、うん、もうすごいゾワーってした、うんうんうん、これ聞いてもらうとまあ本当に今がわかるかなと思うので、じゃあ誰が紹介します、はい、しましょうか、はい、じゃあさっちゃんお願いします、はい、それでは聞いてください、ドーベルマンインフィニティで5。 Let's turn back time どうしようもなくさんでたライフFM802 からニーサとコがお送りしております、サタデーミュージックアイランドモーニングエディション。この時間はドーベルマンインフィニティをお迎えしております。はい、もう一回ちょっと声一人ずつお願いします。はい、ドーベルマンインフィニティの GS です。せいです。おしいです。はい、はい、3名今日来てくれてるんですけれども、はい、5というね、まあ、アルバムのタイトルチューン、これ新録された曲を聴いていただきましたが、はいはい、もうすごいこう今までのもうじくじたる思いみたいなものも入っていながら、うん、アリーナツアーへのこう思いみたいなものも入ってる、すごい素直な曲ですよね。そうですね、素直ですね、素直ね、本当に素直だし、うん、最初のこう和樹くんのこう声聞いた瞬間に、うん、なんて言うんだろう、本当にライオンみたいな、うん、こうブワーっていうライオン、ライオンライオン、分かりますとは言えなかったですけど、ちょっと言ってよそれ、なんでそのこうね、獅子が立つみたいなさなんかああいう感じがすっごい受けて、確かに確かに、ドシッと座ってますね、ドシッとね、いやもうずっと色気がある声だなと思ってたけど、こうさらにね、うん、首が座ってきました、首が座ってきた、あいつもね、そういうことか、声の首が座ってきた、ほんま5年経って座ってきた和樹くん、ほんとよろしくお伝えくださいというね、まあ、かっこいいナンバーが他にも5曲入ってるんで、だから6曲入ってるってことですよね。そうですね、そう、これはちょっとお得感満載、うん、すごい、うん、でもその5の中にもあるように、多分ここまでね、まだみんな知られてない頃のこう気持ちみたいなものも入ってると思うんですけど、こう食い違いとか、まあ、それこそ喧嘩じゃないですけど、うん、こうしようって決めたことに対しての反発みたいなのは生まれなかったんですか？いや、そんなにないですよ。そうなの。でもなんかこのグループのいいところはみんななんか人がいいですね。うん、はい、まあまあまあみんな それぞれ主張はするんですけど、うん、でもなんか相手の意見を、まあ、自分の中になくても一回ちゃんと聞いて、うん、4人対1の4対1の意見が分かれた時はその1の人は、まあ、4人がこう言うんやったら、じゃあまあ自分はそうじゃないと思ってたけど、でもやっぱそのみんなの意見に賛同しようというか、みんなのね、あの気持ちについていこうって、なんかこう、なんかそうですね、そういうバランスがすごい取れてるんで、うん、でもそれってリスペクトしてる、まあそうですね、信頼し合ってるから、じゃないと絶対生まれないグループですよね、はいはい、あとね、そのベストアルバム聞いて思ったのが、うん、やっぱりこう4人ラッパーがいて1人和樹くんっていうね、そのシンガーがいて、うんうん、でもなんかこの4人コーラスグループじゃないけど、こうすっごいやっぱラップもみんな質が違うし、うん、声も違うし、このヒップホップっていうのからやっぱすごい抜け出して、もっとその D.I. にしかできないものっていうのがすごいあるんだなって、うんうん、これからそれがオールランドヒップホップです。おーイエス、イエス、それや、そうなんですね、それですね、はい、ほんとね、嬉しい、兄さんに気づいていただけて、いや
やだからこれがやっぱもうみんなにこうリリックで踊らせるっていうのはこういうとこなんだなってむちゃくちゃ思いましたね。いや今から知った人でも本当またライブがむちゃくちゃかっこいいからぜひ見てほしい。ありがとうございます。本当大きいとこ決まったね。大きいとこ決まったね。決まりましたね。ありがとうございます。いや5年経って、まあ、大阪でいうと大阪城ホールに立つっていう思いは末ちゃんどうですか。やっぱ大阪城ホールっていうのはなんかこう確実に一個一個大きくしてなんか大阪に戻ってくるっていうのは、僕もこうあの先輩方のおかげでたくさん大阪に友達も増えたし、なんかこう大阪ってまた帰ってきた感ありますよね。うわまた嬉しいこと言って、いやいや本当にそう大阪城ホールが 2days なのしかも、はい、嬉しい。これだから一人500人ぐらい連れてきてもらわないと結構僕らも安心できないですね。大丈夫ですよ、はい、11月26、27これ火曜水曜決定しています。はい、はい、いやー楽しみにしておきましょう。はい、はい、でその前になんと7月15日月曜祝日ですけれども FM ドットホリデースペシャルにも出演してくださる、はい、これ和歌山から生中継で、うん、ライブも、はいはい、わー兄さん来るんですかこの時は。魂はいつも一緒だよ。素晴らしい。返しがやばい。本当に返しが素晴らしい。いや本当にライブはね5時、はい、5時スタート。おちょっと釣り釣りできますねって書いてますね。あの台本やばいっすね。いやでも本当に海ねすぐ目の前だから、まあまあそうっすよね、うん、いやしたいな。できるもんならね。できるもんならしたいっすね。スタッフが何とか用意するところ。サオお願いしますね。サオね。ね、ぜひぜひ。はい、ということで、本当聞いたことがまだないという方はこの1枚持ってると本当魅力満載なので虜になることも気合いなので、ぜひベストアルバム5聞いていただきたいなと思います。お願いします。でその中からどうしよう。いやもう選んでこれは兄さんが今回選ぶということで、はい、僕らもワクワクしてます。はい、何がかかるのか。いやちょっと悩むな。いやだから。夏のねそのまたほら7月15日に帰ってきてくれるから、はい、それで言うとやっぱなドパーティーとか、うーん一番最初の精鋭でもいいし、いやでもいつかにしようかな。おいやなんかやっぱこれからのはいはいはい、うん、アリーナを見て、うん、そうっていうのもあるしちょっといつかでもいいでしょうかね。はいぜひお願いします。はいということでじゃあこの時間はドーベルマンインフィニティのジエスとスエとヨボシーでした。はいありがとうございました。ありがとうございました。